おはようございます。寝起きやけど、今日も練習しよう。まだ指が動かんけん。動画でも見るか。買い物行くまで練習します。おいと。ログ TV です。よろしくお願いします。やっぱよろしスくおマッ願シュいログします。 TV なんだ今よ回な。はパズさんに初心者トップレーナーがやりがちな NG 行動を5つご紹介いただきたいと思います。まあ、では早速 NG 行動1つ目に入りたいんですけど、はい。なんか結構考えてきてますか？僕ももともとトップレーナーじゃなくてトップレーナーになったんで、その時にやっぱすごい意識してたことが何個かあるので、そトッれプをレー紹ンの介そできたのらなチャンピオンはね、大と。体、NG 行あ動と1つポッ目、ピーとレよろしネくおク願いしまトン。す。まずはそのミニオンのあ、ムーン状ドと況かじはゃやっないですてないけど、か。はい、大体数やっをたか考ら、えないあとはでトッ結構プダレーメージンに行トくレーニ前ングに、食らっちゃったりすることであ、すレね。ーンとか、そういう立ち回ありこれが、特にファミールとか勉み強たしいたいなな。ウェーブクリアって言うんですよ。このミニオンを倒す能力が低いキャラクターにおいて、特にこれはすごい当てはまることなんですけど、例えばですけど、今みたいに自分のミニオンが多い時っていうのは仕掛けるのにすごいいいことなんですよ。殴り合いになった時も敵の方がこうやってミニオンいっぱい殴るんで相手のヘルスが削れるっていうのがあるんですけど、この逆のパターンで相手のミニオンが多い時に自分が不利になる可能性があるダメージトレードっていうのはすごいリスクが高いことなので、それは絶対に最初の方は行わないようにした方がいいと思いますね。結局そのさっき言っわたかみんたないな。に自分がミニオンを倒す能力が低いんで、相手の方がミニオン多い時に自分のヘルスが削れてしまった場合はミニオンを倒せないんですよね。なんで、こうやって、もし、僕のヘルスがまあ30%ぐらいだと仮定すると、結局こうやってジャングルがもし来た場合は、ミニオンを倒す能力もないですから、僕は下がらなきゃいけないんですよね。そしたら、この大きいミニオンっていうのは僕は1個も食べれない。経験値もお金も負ける上に、アイテムの差とか、レベルの差ちょ、がもうで一き回ちゃ最初うからの見ていいで、そか。れを、とかみたいな、ウェーブレードを行っちゃったミニりオンすのるんで数をす考えずよ。に戦う。まあ、これ特にファアミールミとかみたいなウェーブクリアって言うんですよ。このミニオンを倒す能力が低いキャラクターにおいて、特にこれはすごい当てはまることなんですけど、例えばですけど、今みたいに自分のミニオンが多い時っていうのは仕掛けるのすごいいいことなんですよね。殴り合いになった時も敵の方がこうやってミニオンいっぱい殴るんで相手のヘルスミがニオン削がれるっていう殴っのがあてるんくですれけるど、こから、の逆のパミニターンオンをで多く相手背の負っミニオンがて多い攻撃時を仕掛にける。自分が不利になる可能これ以性上。があるダメージトレードっていうのはしすない。ごいリスクが高いことなので、それはリス絶クが対に高いの最か。初のしないって方わはけで行もわないないのようにか。した方がいいと思いますね。結局そのさっき言っ体たみ力たもい低いに、し自分がな。ミニオンを倒す能力が低いんで、相手の方がミニオン多い時に自分のヘルスが削れてしまった場合はミニオンを倒せないんですよね。なんで、こうやって、もし僕のヘルスがまあ30%ぐらいだと仮定すると、結局こうやってジャングルがもし来た場合は、ミニオンを倒す能力もないですから、僕は下がらなきゃいけないんですよね。そしたら、この大きいミニオンっていうのは僕食べはれ1んよ個もな。食べれない。経験値もお金も負ける。上にアイテムの差とかレベルの差ができちゃうっていうことで、まあ自分の首を絞める状況になってしまうんで、まあ、基本的に自分のウェーブのミニオンの状況が不利な時はあんまり積極的にダメージトレードっていうのはしない方ながいいい方でがすいい。ね。でも逆にその自分が、あ、今でも絶対にダメージトレードしたら勝てるっていう自信がある時は、逆にこうやってここで例えばその僕がデイワンさんの HP を20%ぐらいまでこうやって削って、で僕の HP はまあ70%とか80%維持できてたら、ここでミニオンを止めることができて、削逆る。に差をつけれるっていうことなので、止める。ウェーそこブは臨機応フ変なんリーですズ。ウけど、基本的にそのミニオンェーブのを止数めとるっかてやをつすだ、こごいれ。意識するっていうのは大事ですね。なるほど。つまりなんかあれですね、自分が有音利がでなかい状な。況かも分かってないけど、ダメ取りをするのは良くないよっていう感じですそうね。ですね。HP お互いに10割だったとしても、ミニオン多かったら負けますもんね、ダメ取れそう絶です対。ね。こういうところにミ投ニげてったら、オンをしよっもうミニオンのダメージだけて殴るってで、こともうか。HP が多分そう、ものすそうごいなんで勢いすでよね。削れるんで、逃げることになりますからね、絶対。そうですね。改善方法、まあなんかはい。こう、どうしたでもら押し込意ま識ながいつくかと、っていうのはありますか？あれそだれはろう。やっぱ常にミニオ相手ンののミニ数オンを燃やとしたかりウェーとブかのもしないと、押し込まれちゃうまあとあこれれだはし、まあ難トップしいな。レーンだけじゃなくて、まあ全レーンちょやっっとぱ引き共気通味でが同いいっ じてってここととですか。けど、まあミニマッオンチアッス、プとウェーブか、の。例えばカミールとレネックはどういう相性でみたいな、どっちが有利でとかマッを、やっぱチアッそういうプを覚え覚るえる？癖とか自分の強い時間帯とかの把握っ反ていうのは、やっ対。ぱそのそれにつながるかなって思います。
強みとか自分がどういう状況に置かれてるのかっていうのを、まあ、ちゃんと俯瞰的って言ってるんですかね。多いな、ね、覚えることが理解できるようにっていうのが一番改善できるっていう感じですかね。そうですね。というわけで NG コードミニオンの数数的有利を作って戦う、はい、マッチアップの有利不利を把握する。ジャングラーの位置を考えない。なんかトップレーンでそのジャングルとの共同作業じゃないけど、なんかよく言うよな、ジャングルと勝つみたいな。ジャングルと仲良くして、ジャングルと協力しないといけない。ジャングルは下側にいるのに、敵のジャングルはトップサイドにいる可能性が高いのに、敵が有利な状況でこうやって攻撃を仕掛けに行くっていうのはやっぱすごいバンク来る可能性があるよって。それこそ俺ジャングルの位置をちゃんと把握しとかないかな。ドラゴンとか相手のボットダイブ狙ってるけど、相手のトップジャングルはトップにいるってなったら、もうこの後ダイブされるか、もうずっと下がってこの大きいミニオンを全部逃すかの2択になってしまうじゃないですか。そうですね。なんでやっぱこうジャングルの位置とかジャングルを回るルートとか、例えば僕たちのチームはトップ側からスタートして、相手はボット側からスタートしたら、やっぱ相手は上側で使う時間が多くなりますし、トップも大事なんですけど、まあジャングルのことも考えてあげながら、ボットスタートだとすぐ次トップ来るから、これ逆もしかりで、相手が下側に、逆にトップスタートだと、僕たちがトップ側に力を入れてくれるって時はもうガンガン、次ボットやけん、常に俺たちのジャングルが後ろにいるぜみたいな感じでオラオラしてったら、相手は怖くて戦えないけど、僕は一方的に戦うことができるってことで、仮にジャングルが実際いなかったとしても相手は下がってくれるんで、戦いを有利に進めるってことはできますね。レーニングとか1対1のところ。なるほど。でもジャングルの位置を考えるって結構難しいじゃないですか。なんかその辺の改善点、はいはいはい、まあその意識するといいこととかってあるんですか。まあそれは一つはまずマップを見るっていうことですね、うんうん、でマップを見る。あとはやっぱその自分が有利なところとかにゴーレムとか、あとバフにワードを置きに行くっていうのは一個大事なことかもしれないですね。そしたら自分が勝ってる時に相手のトップレーンに視界を取りに行く。ゴーレムの全体の視界が取れるんですね。だからゴーレムを食べた後にこっちに来たらトップに来る可能性が高いですし、例えばこっち側に行ったら、まあ、赤バフだったりとかレイスだったりとか、まあ、そのボットに流れてここに取るのがいいのかな。ワードを置いて、まあ、そのジャングルの動きを読む、ワードをそこに刺すのか、大事なことかもしれない。なんかガンクルートにしか刺すあれですよね。僕の中であれしかしてなかったけど、中に置くのもありなのか。できるだけ戦わないみたいな。ジャングル、まあそれは一番簡単なことですね。でもそれって逆に言うとちょっと分かりやすいじゃないですか。かなり分かりやすいですね。そうなんでつまんないじゃないですか。そうわ。なんで僕は簡単な覚え方としては、その1レベルで相手のボットがリーシュしたかトップがリーシュしたかで、一応相手がどっち側のサイドでスタートしたかっていうのも分かるんで、まあそれもちょっと考えるっていうのも大事かもしれないですね。こう1分ジャングルのスタート位置を把握するのが大事だな。相手のボットはもうマップにすでにレーンに移ってて、相手のトップはなんか1分40秒ぐらいにレーン来たら、まあリーシュしてるのかなって思って、うん、まあ、ちゃんとボットの様子を見ないという感じ。そしたら、あ、こいつリーシュしたな、減ってるかどうかボットスタートだって言って、下のゲージが溜まってるとか、あ、じゃあちょっと この後ボットプレーに来るけん気をつけないかんとか。3つ目よろしくお願いいたします。ジャングラーの位置を考える。相手のジャングルにワードを置く対策方法、まあ、敵の位置を予測しながら戦う。 NG コード3個目、テレポートの有無を把握しない。そうですね。なんか結局ダメージトレードがうまくいって、例えばじゃあ僕の HP が 50% ぐらいになって、まあ、デイワーさんの HP が 25% ぐらいに なるとするじゃないですか、はい、でも僕は TP がなくて相手が TP があるってなったら、まあ、相手は結局 TP で帰ってそのままレーンを継続すればいいだけなんで、ね、1回帰ればいいんだからな。まあ、100% 対 50% の状態になっちゃうじゃないですか。なんでやっぱそこの有無はちゃんと考えないとダメですね。で逆にまあ自分だけある場合は無理やりこうやってダメージトレードガンガン仕掛けて戻ればいいのか。HP 削りない、多少負けてもいいんで、例えばこのまま僕が一方的にずっと殴り続けられて、うわやばいやばいってなっちゃっても、ちょっとこっそり帰って TP で帰ってこようとか。ありがちですね、本当に。そう、自分が HP トレードで有利取れるからって言ってボコボコに殴りまくって、結局相手が TP 持ってって TP 帰ってきて、自分がどうしようみたいな、うん、ちょっと途方に暮れてるトップレーナーはよく見るんで。そうですね。特にやっぱ自分が例えば TP を持たないイグナイトとかの時ってこれすごい大事なんで、なんかやっぱそこはすごいチェックしないとダメですね。
だから TP の有無、運転のその、まあやっぱ TP 使ってるか使ってないかっていうか、はいはい、最初判断すると難しいじゃないですか。なんかこれの改善点とかっていうのは、なんかあるんですか、はいはいはい、TP って視野なテレポートをさ、今までそのタワーとかに使ったことがない、ほとんど。アラムか、アラムもそうだし、のトップのファーストタワーとか、ボットレーン、サポートでボットレーンしか行ってないから、TP をあんまり使う機会がなかったからな。一応その強化される前は6分間、大事なあれだな、アイテムとかルーンでちょっと前後するんですけど、テレポートの使い方、まあ、なんでそれをメモする癖とかもした方がいいかもしれないですね。これは本当に参考というのは本当に気をつけないといけないことですね。まあそうですね。なくなるとジャングラとか、なんかよくさ、なんか上手い人の配信とか、ね、上位帯プロの人とか、続いて、なんか第4ですね、フラッシュ切りましたみたいな数字の羅列を書く人がいるじゃん、はい、あれってどういう風に読むんだろう、あのなんかよくわかんないんだよ。 NG 状況の一つ、時間なのかな、まあ、TP って結構レーンが終わった後のその集団戦の合流とかにも使えるじゃないですか、うん、そうですね。でその時に集団戦が起きてるとして、なんか雰囲気見ながらこう TP しようって感じで TP するのと、はい、戦いを見ながら TP するのって、その TP の位置とかその状況の把握が全然違うんで、TP しろって言うけど難しい、なんかなんで味方の位置を慣れるまでは難しいかもな。伏せ付けるのが必要ってのが一つで、バードとミニオンマップクリックして見るの大変だよって思う人とかも多いと思うんですけど、なんかイラオイの職種とかカメラの制御ってやつで、この味方を選択ってやつがあるんで、できるけど、はい、まあ、それでなんか僕はジャングラーとか意識してパッて映せるようなマップ見ながらやるのって無理だな。ジャングルの状態をチェックするみたいなのもにもつながるんですけど、なんか相手のトップレーンだけその集団戦に参加しちゃって言っていったら、もうちょっと元も子も入ってサイドにいる時もちゃんと味方の状況を確認する、味方のレーンも見ないと、すごい大事なことですね。結局やっぱこのゲームって1対1勝つっていうよりも5対5っていうか、ネクサスを割るっていうのがゲームのメインの目的なんで、はい、味方と協力して戦うっていうのがあんまり意識してなかったな、他のレーンの状況を時々見るとか、本当にここのレーンではあるんですけど、ここまで結局 TP を持ってる以上見れなかったな、関わってくるんで、まあ、そうなんですよね、チェックは必要ですよね。孤独だからこそチームに関われるタイミングっていうのはちゃんと関わらなきゃいけないんですよ。そうですね、少ない見せ場なんでチームゲームとして、はい、そこで変なわけわかんない TP して一人で敵の5人の中に突っ込んじゃったとか言ったら、もう周りからしたらため息もつきたくなる気持ちにもなっちゃうんでじゃあちゃんと確認しようねっていうことで、うん、まあ、なんかやっぱでも味方の状況を確認するっていうのをどのタイミングで見ればいいの、はいっていう、うん、僕は結構もうその敵が目の前に映ってなかったりとか、うん、オブジェクト周りでこうピンが積極的に書かれてて何か起きそうだなって思うときは結構チラチラ見る癖っていうのはやっぱどうしても必要かなと思います、ね、しいな、見ながらいきなり殴られてガン食らったりしそうやな。まあ、それはでもキャラクター次第ですね。例えばタンクとかだったら相手と1対1をすることよりもやっぱこう集団戦で力を発揮するのが大事じゃないですか。そうですね。でも逆に自分がファイトする1対1が強いキャラ、まあ、それこそ僕がまあカミールとかフィオラとかで相手がタンクって時は逆にちょっと味方の状況をチラチラ見つつ相手が飛ばせないように逆に僕が1対1をこう強制するじゃないですけど、うんうんうん、なんでそれも本当にケースバイケースとかキャラによるみたいな感じなんで、数をこなして感覚で覚えていくっていうのも一個大事なんですけど、自分がどういうキャラかとかそういうのは考えるのも大事かもしれないですね。なるほど。自分が集団戦が絶対必要とするなって思ったらやっぱ見る頻度を上げたり、逆に相手集団戦したそうだからじゃあ俺集団戦しないように強気に1対1を仕掛けて相手に状況を確認させれないような状況を強制するじゃないですけど、そういうのも大事ですね。分かりやすいので言えば多分タンクが、できるだけ積極的にこう TP を見るようにして、そうですね、ファイターは1対1を強制するような感じです、ね、TP を使わせない、まあ、でもそれもケースバイケースなので、まあ8割型の意識、それぐらいの意識をしとけばいいかなっていう感じですよね。まあそうですね、そうですね。でじゃあ次、最後ですね、テレポートルームを把握しない、4つ目、トップ以外の状況を見ていない、やっぱロールをピンが出たら味方の状況を確認する、やっぱでも最後はやっぱティルトしないように、ティルトしない、ティルト試合を投げる諦めたプレー、大事なことかなって思います、ね、まあ1対1だし、トップレーンは一番ティルトしちゃいけないレーンですね。
や負けたとしても土下座しないといかんのかな。このレーンはトップレーンはマジか。だからこそやっぱ正気を保たないといけないということで、嫌な気持ちにあっても折れずにやり続ける強い心を持つってのがやっぱ一番大事なことだし、ティルトするってのがやっぱ一番 NG な行動かなって思いますね。トップレーンってほんと粘着されがちなんで、どうしてもそうなんですよね。多分一番ティルトするタイミングってあれですよね、こう倒されて TP してまたガンク来るみたいな。あーでもうあれはもう無理ですね。正気を失いかけます。でもそこでグッとこらえて、まあいっかぐらいな、やっぱ気楽なメンタルを持てるぐらいちゃんと我慢しましょうということで。まあでもなんか処世術とかじゃないですけど、なんかありますよね、いろいろと。いやでもうちのボットレン勝ってるからとか。あーまあそうですね。そのあでもちょっと言い訳じゃないですけど、いやそう言い訳探すのは大事。プラス思考じゃないとダメなんだな、ボットレンは。勝ってるしみたいな。そうそうそう、あとは、うん、まあ俺ジャックスだしみたいな。まあまあまあそうですね、レイトチャンプだしみたいな。強いしみたいな。まあ俺タンクだから負けてても役に立てるしみたいな。集団戦勝てるしみたいな。そうなんか言い訳作りを考えて。ああまあでも実際それすごい大事なことだと思いますけど。うん、自分がこう心が壊れないようにする。はい、まああとはやっぱ味方に慰めてもらうとか、大丈夫だよって一言かけるだけにも違うんで、やっぱ自分が勝ってて、そんなもん野良じゃ無理だろ、優しい声をかけてください。トップレーナーそれで癒されます。はい、まあこれがティルトをしないようにするの改善点は、心の拠り所を探す。そうですね。そうですね。じゃあここまでトップレーダーの NG 行動を教えてもらったんですけど、面白いな。この NG 行動をその何ですかね、勉強する上ですごいなんか分かりやすいチャンピオンとか、こうおすすめできるチャンピオンとかいるんですか？はい、まあ僕は結構おすすめなのはやっぱレネクトンとかはすごいおすすめかなって思いますね。まあさっき言ったみたいに1対1が強い、そのファイター側のちょっと学びもできますし、集団戦も別に悪くないんで、そのうまいところで TP を見るのを狙うっていう学びもできますし、はい、あとはレネクトンの使い方だな、やっぱ難しいな。最初に言ったみたいなウェーブクリア、逆に遅いキャラをやり出しでやるのってちょっと難しいと思うんですよね。そうですね、ワンミスしたらもう取り返しはつかないくなっちゃうみたいな感じなんで、うんうん、なんでやっぱ回復もあるし、まあ、ブリンクもあるし、でまあその眼科合わせがすごい強いキャラなので、そのさっき言った味方のジャングルの位置を確認するっていう、そういう癖もすごいつくと思うんで、万能なプレイができるって意味でやっぱいろんなプレイスタイルを覚えれる上でレネクトンはいいかなって思います。いや本当にこれはもう文句のつけようがないチャンピオンですね。はい、やっぱ入門キャラではあるかなと思いますね。トップレーダー超入門キャラって感じですね。そうなんや、ね、なんか逆に使いづらいイメージだったけど、今回はトップレーダーの NG 行動について解説していただきました。他にも聞いてみたいことがあればコメントでリクエストをお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。さよなら。いや面白かった。トップレーン他にザガク、相性とか見てみるか。相性、うん、うん、レーンのワードとかも見るか。パワースパイクっていう言葉がよくわかんない。一回これで見るか。はい。座学というか、引き続き、ちょっとね、飯食ったり、いろいろ洗濯も干したりしてる。です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はね、パズ選手に対面で絶対に選んではいけないトップレーンにおける最悪の相性トップ5をご紹介いただきたいと思います。パズさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。トップはちょっと正直相性を考えてピックしなかった時って結構悲惨ですよね。好きが来ねえと終わりだ。
じゃあね、早速第5位からランキング形式で発表していきたいと思いますが、パスは大丈夫ですか？はい、大丈夫です。それではじゃあ発表お願いします。5位は、あ、5位からちょっと悩んだんですけど、はい、サイラス対アルファイトで、まあ、サイラス側が有利って意味なんですけど、マルファイトのウルトって AP レートめっちゃ高いんですよ。あ、マルファイト出す、なんかマルファイトってさ、何段のカウンターチってからバカみたいな高さ、マルファイト出す人多いけど、それをマルファイトが来たらサイラスを出すんだ。好きなタイミングで打てる、プラスウルトをした後にサイラスの E の2個目がほぼ確定で当たるんですよね。Q も、まあ、2発当てれると、ぶつけるやつと爆発のやつが、うん、なんで、まあ、レーンも正直サイラスが有利ですし、うん、集団戦も有利っていうことで、最悪のマルファイトのウルト取れるしな、最強ウルト、ね、サイラス対マルファイト戦にもなっちゃうんですね。マルファイトってなんかこう早く動いてきたら、あ、アルティメットだなって受けられるんですけど、はいはいはい、そのサイラスのブリンクがあるんで、いや、そうなんですよね、どっちだって。それにもフラッシュまで合わされちゃったらもうなかなか避けれないですよ、ね、マルファイトよりもマルファイトのウルト持ってるサイラスの方が避けにくいんだ。そこから続くからそう、もうアルティメット強いチャンピオンって基本的に良くないですよ、ね、相性が良くない。ナーで悩んだんですよね。だからナーもきついんですけど、ナーの方がまだレーンいけるんですよ。アルファイトはもうマジで無理っすね。パッシブもサイラストップってそんなないよな、あんまり言うほど。アーマーの数字が高いけど、だからマルファイト、トップアルファイトが見えたらサイラス立つのもありだっていう話かな。まあ、ちょっと装備が効果出さない、そうなんですよね。じゃあ続いて第4位発表をお願いします。はい、4位はオラフ、オラフモルデカイザー、ね、いいです、モルデカイザー。まあなんか言わずもがなって感じですね、本当に。全然トップレーンが分かんねえから、まあ、唯一のこんな組み合わせがあれなんだ。ウルトをウルトで向こうに使っちゃう、あれは学びやな。そこからもうずっと追っかけられるんで、しかもモルデってやっぱモルデのウルトは無効化されるんや、ほら逃がすっていうテクニックもあるんですけど、それも効かなくなって倒されるしかないんですよね。そう、やられモルデの E も効かないんだな、ベタ足なんだ、ベタ足だから。そうなんですよね、あんま効かバシバシかけられて、アルティメットも解除されて、しかもギリギリまで殴り合うのがモルデカイザーの強さなんですけど、ギリギリまで殴り合うとオラフの方が強い、体力減れば減るほど強い。もう何が勝てんのっていう唯一勝てるポイントあるとしたら、本当オラフが5でモルテが6みたいな、そういう、あ、そうそうですね、超特殊な状況にならない限りは無理なんで、うん、その瞬間を狙うぐらいですね、マジで。そう、その瞬間以外全部負けるんで、もうオラフ相手にはモルテだけ本当出さない方がいいです。じゃあ第3位発表をお願いします。はい、第3位はフィオラ対クレットですね。あ、確かに。あ、これなんか聞く。これはもう最悪。てか、あのクレットしかやらない人って重症なんだよな。クレットってあのスカールでしたっけ、あの、うん、馬みたいなやつと本体で合わせたヘルスが最大ヘルス扱いなんで、パッシブがなんか重症に近いんだろう。マックスパーセンテージのパーセントダメージになってるキャラとか、あとあのルーンの切り崩しとかあるじゃないですか。あ、はい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 、はい、あれにめっちゃ弱いんですよ、その合わせたヘルスなんで。なるほど。なんでそのフィオラのパッシブのパーセントダメージがクレットに割合ダメージが下がってんのか、もう絶対勝てないっていうのと、まあ、あともう一個はやっぱその W が Q の2個目に合わせたらダメージは絶対入れれないし、逆に自分はスタンをされるリスクがあるということで、うん、かなり最悪の組み合わせなんじゃないかなって思います。パリに弱い Q の2段目が本当に意味なさないんで、もう。そう、そうなんですよね。ただなんか一応細かいテクニックがあって、 Q の2個目をするときに W をするのがほぼ分かるじゃないですか、うん、だからその W に合わせて E を使ってフィオラの後ろに向かって使うんですよね。はい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 。そしたら W を避けながら E の2個目でもう一回チェイスできるっていう、まあ一応やりようがゼロではないんですけど最悪ですね。まあでもクレット使いがもうフィオラほぼ確定でバンするっていう時点で、うん、多分もう絶対ありえない組み合わせなんでしょうね。そうですね。フィオラクレット、では第2位発表をアイラツマルファイ、第2位はマルファイト対トリンダメアです。もう一番最悪。はい、もう想像してください、地獄が待ってます。なんでだ、やっぱトリンダメアオートアタックしかできないんですけど、しかもマルファイトはオートアタック、ああそういうことか、Q でアーマーを無限に上げていける し、 し殴り合いも普通に W で強いしっていう、そう勝てないんだ、この時間でも勝てないんじゃないかな、まあ1レベルクリティカルいっぱい出たら勝てますね。運要素本当に
にそれだけじゃない、本当にそれだけ。クリティカルは出たら勝てるだけど、レベル2になった瞬間終わりじゃないですか。もう近づいてきたらもういいドンって押したらもう食べる。レッドもまだ練習してないな。もういいドンで、どんなチャンプなんだろう。パンパーンってなる。そう、絶対負けるんでトリガーが。そうどうしようもない本当に。まあでもそういう、まあ、ハードなカウンターがいるので、トリみたいなピーキーなチャンピオンに必要なんで、まあまあまあそうですね。しょうがないっちゃしょうがないんだろうけど。じゃあ続いて、でもこれ以上の組み合わせがあるんだ逆に。はい、あれだろ、これはもうあれあれ絶対やりたくないですね。あもう100ゼロみたいなレベルなんだ。はい、なんだ。じゃあ最後第1位の発表、名前が出てこない。マルファイトとなんかだろ多分。これは GP の、ね、違うかった、ガンクランクか。確かに。まあ、1対1は最上どっちもあんま見ねえけど、ギリギリいけますよ。うん、でももう6からはゲームに勝てないなって思いながらやりますね。なんかシェイは体飛ばさないといけないのに、そうそうなんですよね。 GP は体飛ばさずになんかある程度ポイント投げられるんで、そう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 、だしその間にタワープレートを食べられたい放題だし、スケーリングも勝てないし、うん、E も W で解除されるし、このマッチアップはもう絶対やりたくないですよ。シェン出されたら GP 出せみたいな、まあ、なんか結構昔から言われてたんで。しかもウルトの CD 時間一緒なんですよ。なんなら GP はどんどん短くなってくんで、うん、シェンがなんだろう、 TP あるときしかアルティメットできないっていう。そうですね。しかも極端な話、こう GP が先にウルトするじゃないですか。そしたらシェンはウルトせざるを得ないんですよ。確かに。もうあとはタワープレート全部食べて、ミニオン全部食べてみたいな、うん、飛ばなかったら飛ばなかったで味方が消えるし、飛んだら飛んだでタワー食われるしね。そうなんですよ。どうしようもないな確かに。いや絶対やりたくないですね。いや本当に最悪。いやということで1位から5位、まあ、トップ5で揃いましたけど、はい、まあ、じゃあここのそのランキング見ると、まあ2位にマルファイトで、で5位にもマルファイトがいるじゃないですか、有利不利で。はいはいはい。なんで、まあ、じゃあマルファイト相手には、あ、じゃあサイラス出せばいいんだっていうの分かるんですけど、はい、逆にこの5位から順番にこのサイラス相手にはこう何出したらいいとかっていうのはあるんですか。サイラス相手は、まあ一番は、まあ、オラフが俺が一番カウンターかなと思うんですけど、ウルト取っても意味ないし逃げれないし、ミッドは多分いけると思うんですけど、トップはレーンが長いんで Q でファームする以外何もできないと思います。逃げられなさそう、ずっと。まあ、オラフとかレネクトンとかやっぱ AD 系のキャラがやっぱサイラスのカウンターですね。あ、どうなんだろう、なんかサイラスよりなんかこう短いクールダウンが短くてこう DPS 出してくるチャンピオンもちょっとサイラス辛そうだなっていうイメージがあるんですけど、ヨネとか。あ、確かにヨネもきついっすね。トップでそもそもヨネが出てくるのかって話なんですけど、はい、まあ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 、で後出しなら出せるんで、ヨネも例えばナーリとか。まあなんでやっぱこう AD かつやっぱこう DPS 強いキャラはサイラスにめっちゃいいですね。トップ5がまた変わった。この4位のオラフはちょっと聞く限り最強チャンピオンすぎるんですけど、こいつ何出したらいいですか逆に。まあオラフはまあでも極端な話なんですかね、そう思うんですけど、ウルト取って、逆にそうなプレートを食べられたい放題だし、はい。じゃあ最後、 A は体飛ばす、 E も W で解除されるし、このマッチアップはもう絶対やりたくないですね。シェン出されたら GP 出せみたいな、まあ、なんか結構昔から言われてたんで。しかもウルトの CD 時間一緒なんですよ。なんなら GP が先にウルトしね。いやー、ということで1位から5位、トップ5で揃いましたけど、はい、まあ、じゃあここのそのランキング見ると、まあ2位にマルファイトで、で5位にもマルファイトがいるじゃないですか、有利不利で。はいはいはい。なんで、まあ、じゃあマルファイト相手には、あ、じゃあサイラス出せばいいんだっていうの分かるんですけど、はい、逆にこの5位から順番にこのサイラス相手にはこう何出したらいいとかっていうのはあるんですか。サイラス相手は、まあ一番は、まあ、オラフが俺が一番カウンターかなと思うんですけど、ウルト取っても意味ないし逃げれないし、ミッドは多分いけると思うんですけど、トップはレーンが長いんで Q でファームする以外何もできないと思います。逃げられなさそう、ずっと。まあ、オラフとかレネクトン、 AD 系のキャラがやっぱサイラスのカウンターですね。あ、どうだろう、レンとかでもいいか。サイラスよりなんかこう短いクールダウンが短くてこう DPS 出してくるチャンピオンもちょっとサイラス辛そうだなっていう。おはようございます。ヨネとか。あ、確かにヨネもきついっすね。朝からね、動画を見てるのかって話なんですけど、トップレーンの練習を最近してるから、まあ、何もわかんねえ。まあ、なんでやっぱファイター系をね、あんまやったことなかったから、 DPS 強いキャラはサイラスにめっちゃいいですね。今ね、グエンと
じゃあこの4位のランテの練習してるわ。限り最強チャンピオンすぎるんですけど、はい、こいつ何出してる。あと4年もちょっと触ってみてな。ラフはまあでも極端な話なんですかね、そのレーンでキルが取れなかったりファームレーンになったらあんまり強くない傾向。プロレーン行くの初めてやな、うんうん、でやっぱり全然し、まあ、分かんないね他のレーンで。フェイズラッシュやってみると。キャラ持てるキャラが、まあ、個人的にオラフ相手にはいいかなと思ってて、まあ、オフレーンのキャラ本当分かんねえわ。ナーはまあミニだとカイティングできますし、メガの時はまあうまくミニオンだけウェーブちゃんとクリアしてこうファームしてみたいな感じで、やっぱでもレンジキャラはオラフ、キャラはミニよりもまだそれでもメレーよりはまだマシかなと思いますね。うん、まあジェイスとかもフェイズラッシュもうまく回転できますし、あれはどうですか？あれあのベイン、ベインですか？ベイン、まあ、ベインもいいですけど、クイーンはクイーン死にますよ。それはそう。九当たったらあのゴースト使ってたら斧で斧当たったら死ぬわな。それはそうか。まあベインだから当たんないよって話なんですけど、やっぱベインってその E で回答するのが強みなんですけど、まあ、それもウルトで跳ね返せる。ベインは TC 向こうが強いのか。結構フィジカルマッチアップなんじゃないかなって思います。ああなるほど。オラフはいないんだ。オラフのカウンターいないのか。オラフ最強。オラフやるか。オラフは最強。トップレーンに見てオラフ最強。なるほど。とか、まあ、懸念とか、まあ、レンジかつ相手やっぱりこうレンジがいいのか。継続的に行えるキャラがおすすめです、ね。懸念。あとはやっぱりそれこそ今のトップベインとかクイーンもいいんじゃないの。フィオラの W を見てから CC を入れれば十分に対処できるキャラなんで、ハリーが怖いのかフィオラはやっぱしやすいんで、まあ個人的にはレンジキャラだとやっぱジェイスとかケネンがいいかなって思います、ね、いいっすけど。なるほど。ケネンはやったことないな。ジェイスも難しそうですし、そうですね、まあ、メレーだったらそれこそやっぱジャックスとか。ああ、ジャックスカウンターないですか。そうか、 A 向こうがあるけん。E の CD と W の CD がジャックスの E の方が短いんですよね。ゴールではない。ただその多分これやる人次第だと思うんで、フィオラがめっちゃ自信ある人は多分、うん、いや全然フィオラが勝てるよっていう人もいる。おかしいな。まあでも僕は個人的にはやっぱジャックスの方がちょっとやりやすいかなと思いますね。なるほど。じゃあ続いて最後ガンクプランク。ガンクプランクさん、こいつでもカウンター多そうだけど、すごい。こいつは多いっすね。まあ、それこそなんかピーキーなキャラだよなガンクプランク。オラフ、ジェイス。あとは後々は勝てなくなるんですけど、サイオンとかマルファイトとかレインは勝てますね。あ、まあなんかちょっと柔らかいっすよね今のガンクプランク。まああとはなんすかね、さっきティアリストで挙げたレンガーとかあるじゃないですか。レンカシオペアとか、はい、ああいうのはあの GP にめっちゃ強いですね。特にカシオペアは GP にめっちゃ強いですね。逃げられないんですよね。僕カシオペアとかいいの出してる。やっぱりこうイグナイトを持つキャラが僕はおすすめですね。ソロキーは特にやっぱレンが弱い。柔らかいけんパッとサッと殺せばいいのかな。あ、まあ、ガレンもいいんじゃないですか。悪くないと思います。まあ今だといけそうですよね。昔はなんかちょっとだいぶ辛かったですけど。うん、多分あのフェイズラッシュとかイグナイト持って、もういいでスロー食らってももう関係ねえって感じ。ジェイソンまだやってないな。ジェイス、悪くないかもしれない。ケネン、デネクトン。逆に言ったらこれ GP がちょっとカウンター多すぎるって感じですね。まあそうですね。現状は。まあ、やってないな。ブラインドで相手を見ないで出すキャラじゃないんで、現状 GP はやっぱり、うんうん、相手を見てから出すキャラなんで。まあ、全体的にカウンターがそれなりに言いはするものの、はい、お猿さんなんで。お猿さん。まあ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 、まあ、真っ直ぐ行って殴るだけですからね、こいつはもう。そうなんですよね。まあ、俺トップレーンのそのウェーブクリアとかウェーブコントロールのあれを見たいな。ぜひピックする際に全く分かんないから。ください。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。次の動画へゴー。いや、ためになるな。こんにちは、まちやんです。これは今回はトップレーンの基礎基本、特にファイタータイプのチャンピオンの基本についてお話しします。トップレーナーの役割や立ち回り、基本知識とテクニックなど、ゲームを始めたての方にも分かるよう動画を作りました。ぜひ最後までご視聴ください。ありがてえな、こういう動画作ってくれる人は。突然ですが、トップレーナーの役割って何だと思いますか？タンク、壁、実はこれ使うチャンピオンのタイプによって違ってくるんです。何が言いたいかというと、トップレーンにはいろんなプリットプッシュが来るということ。理由を説明しますね、うん、トップレーンは1対1で戦うレーンです。陸のポトを同じ1対1のレーンであるミッドに比べ、マップの端にあるためジャングラーの介入を受けにくい立地でもあります。すると対面との1対1が長く続く、
つまり対面のチャンピオンとの相性がかなり影響するレーンなんです。ポケモンを思い浮かべてください。皆さんが A タイプのチャンピオンを使おうとしたとき、対面のトップレーナーは当然 A タイプに強い B タイプを出そうとします。他からの介入がない分、もう相性がこのままパッて出ちゃう。C タイプには D タイプを、D タイプには A タイプを。難しいな。トップレーって本当じゃあめっちゃ大事じゃん、キックとか。ことが多いです。これによりトップレーンにはさまざまなタイプのチャンピオンのサラダボール、ファイター、タンク、アサシン、マークスマン、メイジ。そのタイプによりゲームにおける役割が変わってくるんです。なのでトップレーンのすべての役割を説明するのはとても難しいのですが、やはり基本は存在します。いるのかトップレーン。トップレーンの基本的なチャンピオンタイプは2つ。レンガーとかアサシンになるのか。ファイターとタンクです。どちらもそれなりに防御力が高いタイプですが、基本的なチャンピオン。より攻撃的なのがファイターで、防御的なのがタンクだと思います。モンドは防御型、マオカイも。今回の動画ではファイタータイプについてお話しします。今トップマオカイなんか見ないけど、タンクタイプについては別の動画で。ジャングルと。では早速ファイターがゲームの中で担う役割を考えていきましょう。ファイタータイプは基本的にイラオイと連戦に強いという特徴を持っています。ダリウスとかもそうだな。なのでまず一つ目の役割は連戦に勝つこと。ファイターはただ連戦に勝ったからといって試合に勝てるわけではありませんよね。勝つためにはチームとして相手のネクサスを破壊しなければいけません。なのでパワーを折る役割その2は連戦で得た有利をチームに還元させていくこと。こういった動きによりチームの状況をより有利に運び勝利するのがファイターの役目となります。皆さんお気づきでしょうか。そう、ファイタータイプにとって連戦に勝つというのは非常に大切なことなんです。ちなみに連戦に勝っている状態っていうのは自分の方がレベルが高かったりいいアイテムを持っている状態となります。こうなればレーンの主導権を取ることができます。タワーを折った方が勝ちってわけでもないんだな。相手の体力を削ってリコールをさせタワーを折ったり、自分のミニオンを相手タワーに押し付けて、ガレーンもやっていいけど、その隙に他のレーンへ出張。やることは簡単やけん、逆に奥が深いタイプやけん難しいよな。レーン度がやっぱ出るから、逆にレーン戦に勝てないまま他のレーンにやった方がいいのかな。その難しくないチャンプだからこそ自分のタワーを破壊されてしまい、結果として相手の得になってしまったりするわけです。これも多分昔の値段やき今は多分変わってると思う。ファイターの役割について理解したところでサモナースペルについてもお話しします。ファイターが持つサモナースペルは主にテレポート、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 フラッシュとテレポート、フラッシュとイグナイトを持つパターンです。まずはテレポートのパターンから。なぜテレポートを持つか分かりますか。答えはシンプルで、レーンで得た有利を他のレーンに波及させやすくするためです。遠いからな、トップレーンは。トップレーンからボットレーンまでものの数秒で移動することができます。育ったトップレーナーがテレポートできればボットレーンの後ろに入ってボットレーンまで有利になれる可能性が広がります。なるほどね。また中盤以降は集団戦に素早く合流できるという利点もあるので、テレポートの選択というのはチームプレイよりのプレイスタイルであり、トップレーナーのあとオブジェクト取るときとかバロン取るとき、ドラゴン取るときに反対側のレーンに行って押すことができる。押しといてテレポートで合流とかができる。これ以上レーンにやっぱテレポートが。だけど持ってる人が多いのか。ここでリコールをしてしまうと大量の CS と経験値をロスしてしまう。そんな場面でテレポートを持っていればさっとリコールをしてテレポートでささっとレーン復帰ができますよね。俺これこの間初めて知ったんだけど、テレポートしてるミニオン殴れないんだな、無敵になるんだな。あれ強いな。なんかクールダウンが非常に長いこと、無駄にしないようにミニオンを守るテレポートとかもできる。イグナイトのパターンに行きます。なぜイグナイトなのか、答えも非常にシンプル。相手を倒す。対面を倒して有利を作りやすくするためにダメージの底上げとしてイグナイトを持ちます。イグナイト使用すると家庭敵が多いから重傷の代わりとかもあるのかな。イグナイト覚えておきましょう。ただイグナイトを持つということはテレポートを持っていないということ。対面がトップレーンから他のレーンにテレポートするとき、
こちらはそれについていくことができません。言い方を変えれば、他のレーンへの負担が大きくなるということです。テレポートばっか持ってる印象があるけど、ダリウスとかは、いやダリウスじゃねえな、誰が持ってるかな、イグナイト。以上、トップレーナーが持つ主な2つのサモナースペルの紹介でした。あ、わかんねえ、やっぱトップレーナー。チャンピオンや皆さんのプレイスタイルによってどちらが良さそうか考えて使ってみてくださいね。それではゲーム中の動きについてお話ししていきます。いいね、このウェーブコントローラー、もうウェーブコントロールとか習についてお話しさせてください。習いてーな、リーシュ。 ADC 編でもお話ししたので、そうか、トップスタートだとリーシュしないといけないのか。ジャングラーがトップサイド側ジャングルから回り始めるときに手助けをすることをリーシュと言います。連戦の CS と経験値をロスしないくらいに手伝ってあげることが上手になりますので、致命的にならんか、ボットレーンよりもなんかヤバそうな感じするけど。リーシュを切り上げてレーンに向かいます。1分40秒。さて、連戦です。37秒じゃなかったっけ。これまでにも話した通り、多分これも今と違うよな。非常に大切です。中立モンスターとかが変わったから、あの体力とか、その試合でどれだけ自分の影響力を出せるか、ペットが導入されたとかもあるから、今37秒だよ。ということで、連戦について基本的なポイントを見ていきましょう。最初から全てのポイントを意識できないと思いますので、無理せず一つずつクリアしていってくださいね。今回お話しするポイントはこちら、この5つです。 DS と経験値、ハラス、ダメージトレード、ワード、ウェーブ管理、 CS と経験値について。全部知りてえな。序盤の連戦が何のためにあるのかというと、自分のチャンピオンを育てるためです。育てるにはどうすればいいかというと、お金と経験値を。これボットレインよりもさ、射程が短い分、 CS 取るときも結構前に出なきゃいけないから、そこでダメージトレードが起こると思うんだけど、そこはちょっと難しそうだな。常に意識できるようにしておきましょう。ポイント2つ目、ハラスです。ハラスって何と思う方もいるでしょう。これはハラスメントの略です。ハラスメント、つまり嫌がらせのこと、つい先ほど連戦では CS と経験値を取りましょうと言いました。この相手が CS を取るときに攻撃して、攻撃してこう CS の邪魔したりとかする。具体的に言うと、スキルや通常攻撃で相手にダメージを与えることとなります。ハラスにより相手が CS をロスして、自分が取ることができる、スキルすることが目的でもないのか、アイテム差がついていきます。そうでなくても、相手の体力が削れれば自分と相手の体力差ができて、自分がより CS を取りやすいポジションを取りやすくなるということです。ポイント3つ目、ダメージトレード。ダメトレ、相手にハラスを仕掛けることは大切ですが、同時に相手もこちらにハラスを仕掛けてきます。その時に何もできないままになってしまっては、一方的にこちらの体力が減らされて終わりです。これを避けるためには、落ち着いてこちらからも相手にダメージを与えることが重要。ダメージトレードしないといかん。こうしてダメージを与え合うことをダメージトレードと言います。トレードの結果、相手の方が体力を減らしていたらトレードに勝った、こちらの方が減っていたらトレードに負けたと言ったりします。ゲームを始めたての時は、相手から攻撃を食らってしまうと頭がいっぱいいっぱいになって、とにかく逃げてしまいます。俺だ、トップレーンの私だ。まずは落ち着いて最低限のダメージを返せるように、それができるようになったら、自分が使っているチャンピオンがどうしたらダメージトレードに勝てるのかを意識して連戦ができるようになっていきましょう。ポイント4つ目、ワード。ワード、連戦に勝つことが大事。トップレーンはワードどこに置くんだろう。あの川のブッシュでいいのかな。相手に対して有利に立てばいいという話。レッドサイド側だと、忘れてはいけないのがジャングラーの介入です。川とつながっとると思ったら、思わぬところ、思わぬタイミングで、ジャングルの入り口、トップレーンの倒されてしまうのは、トップジャングルの入り口のところに置けばいいのか。これを回避するためにも、ワードを置き、ジャングラーの通るルートの視界を得ておくことが重要となります。連戦での基本的なワードの位置はこの2つ、やっぱリバーブッシュとトライブッシュ、トライブッシュ、リバーブッシュ共に置ければベストですが、それができない場合もあります。最低でもどちらかに置けるように意識しておくといいですね。逆に考えれば、どちらにも置けていない状況で、なおかつ
相手のジャングラーがどこにいるか分からないような時、これは自分のタワーから前に出すぎずセーフティーにプレイするタイミングと言えるでしょう。なるほどな。視界取っとかないとウェーブ感危ないんだ。対面の相手に対して有利になるのに、これがよくわからん。大切なポスロープッシュ、ウェーブプリフリーズ、プルウェーブ。あ、プルウェーブはわかる。引いてるウェーブだろ。スロープッシュ、スロープッシュ、ウェーブフリーズはミニオンを止めて引いちょっと相手のタワーとこっちのタワーの真ん中よりも、いわば自分のタワー側でミニオンをこう引きつけて止めるのがウェーブフリーズだと。スロープッシュがよくわかんない。ポイントとなります。ウェーブ管理がうまければ意図的にできるより自分の CS とよりレーンで4になりやすくロスを少なくでき、より相手の CS と経験値をロスさせることができます。ただ状況次第な部分がかなり大きく、ゲームを始めたての段階では難しいです。難しい。わけわからん。基本的な部分だけお伝えしておきます。相手を倒したら素早くミニオンウェーブをプッシュして相手のタワーに押し付けてください、これができれば相手のタワーによりこちらのミニオンが焼けて相手がミニオンとこの分取れなくなって逆に素早くプッシュできない場合、具体的に言うと相手のタワーに押し付ける前に相手が帰ってきそうな時、まずは自分の体力を確認しましょう。相手が帰ってきても続けて戦えるくらいの残りがあれば、そのままレーンに残って CS と経験値を稼いでも OK。 体力がないときは相手が帰ってきたらやられてしまう、もしくはジャングラーがやってきたら倒されてしまうくらいの体力であれば、思い切ってリコールして装備を更新して、ウェーブはどうでもいいのかな。なるべく押し切って帰りたいとか言うけど、お金を持っているはずなので次のダメージトレードでも有利に戦える確率が高くなります。以上連戦のポイントでした。ここからは連戦で得た有利をどのようにチームに波及させていくかという話です。皆さんならどういったやり方でチームに集団戦いろんなやり方がありますが、今回は大きく2つのやり方に整理しました。テレポートで1行くとか、引き続きタワーと対面にプレッシャーをかける。2、他のレーンにプレッシャーをかける。この2つです。ヒオラとかのスプリットピップッシャーみたいな人、あとイラオイとかもそうだけど、1対1が得意なチャンピオンと複数対複数が得意なチャンピオンとに分かれます。1対1タイプはとにかく自分のレーンでタワーと対面にプレッシャーをかけるのが得意です。こちらが有利を取ってしまえば、これイラオイも早々負けることがない。イラオイ複数によって強いけど、ミニオンをプッシュして相手のタワーにプレッシャーをかける。プレーずっといた方がいいような気がするけど、そうこうしていると対面だけではなく他の相手チャンピオンもあなたを倒そうとあなたのレーンに集まってきます。こうなった時もちろん倒されないことがベストなのですが、時間稼ぎができる。倒されるとしてもとにかく時間を稼ぐことが重要です。相手があなた一人を倒そうと集まっている状況は、裏を返せば他のレーンに相手がいなくなっているということです。他のレーンで有利が生まれる。この時間を利用して仲間にタワーやドラゴン、エラルド、バロンといった重要なオブジェクトを取ってもらいましょう。そして相手があなたのレーンから解散したら、また黙々とレーンをプッシュしてタワーに圧力をかけます。でまたこの戦術のことをスプリットプッシュと呼ぶので、自分のレーンに呼んで複数タイプの他のレーンをこう有利作って押したりオブジェクト取らせたりできるよってことかな。相手サイドのジャングルに入っていってワードを置き、ジャングラーの位置を洗い出したり、勝てそうであれば相手のジャングルモンスターを買って自分の CS と経験値を増やし、さらにはジャングラーと戦ったり、ミッドレーンに出張して相手のミッドレーナーの体力を削ったり、フラッシュを使わせたり倒してしまったり、テレポートを使用してボットレーンに奇襲をかけたりと他のレーンにちょっかいを出します。そう、ウー君が難しいキャラだと思うんだよな。アラムで使った時全然使えなかったもん。チーム全体として有利を広げる。ウートがなんか強いのは知ってるけど、他あんま。この1と2の動きを連戦で有利を取った段階から始めていくのがトップレーナーの役割となります。
状況によっては1対1タイプが他のレーンに顔を出したり、複数対複数タイプが自分のレーンをプッシュすることも重要なことがあります。ゲームに慣れてきたら柔軟に対応できるようにどちらのパターンも頭に入れておいてくださいね。逆にレーン戦で有利を取られてしまったら、安全な位置で CS と経験値を取ったり、相手のテレポートに合わせてこちらもテレポートで救援に行ったりと、後手後手に回らざるを得なくなります。買い物行かないか。トップレーンのファイターは帰ってきたら非常に難しくも、ノーマル戦やるかな。それほどの連戦が重要となります。なんか今日はもう朝から動画見るだけで終わりそうや。集団戦のお話、重要なオブジェクト、特にドラゴンやヘラルド、バロンを取るタイミングでは集団戦が起きやすいです。集団戦が起きやすい。集団戦でフロントラインを担うことが多いです。相手の前衛にダメージを与えつつ、何かしらの行動妨害で相手の陣形が崩れた隙に相手の後衛にいる ADC やメイジなどダメージの高いチャンピオンを狙います。何の対策もなく相手の後衛に入っていくと、タンクほど防御力のないファイターはすぐに倒されてしまいますので気をつけましょう。テレポートで相手陣形の裏から入れる場合も同様で、何かしらの行動妨害と一緒に飛び込んでいくことを意識してくださいね。最後に連戦におけるハラスとダメージトレードの基本的なテクニックについてお話しします。連戦ではハラスやダメージトレードがより有利に行えるタイミング、ダークしても練習しない、実践もしないとな。タイミングその1、意味ないな。相手が CS を取る瞬間、相手が CS を取るときは相手の動きが止まる、CS を取る瞬間にハラスをする。動きが止まればスキルを当てやすくなりますね。向こうも同じことしてくるからな。ミニオンを攻撃してる間、CS のフェイントとかもした方がいいってだ。なんか他の動画で見たけど、それするのまだ CS がまともに取れてないのに、それはちょっと難しいよな。慣れたらできるようになる、なるのかな。実は自分のミニオンの体力を見ておくことがポイントで、あとこれもあれだろ、ミニオンが自分のミニオンが多い時になるべくハラスするとか、対面の相手が近づいてきたら、そこがハラスやダメージトレードのチャンスです。宇宙になってると分かんなかったり、ミニオンの攻撃が分かんなかったりするやろな。相手ミニオンの体力を見るので必死になってしまいます。少しずつ慣れてきたら自分のミニオンの体力にも目を向けるようにトライしてみてくださいね。タイミングその2、相手がスキルを使った後、特に序盤はスキルの CD に入った時に長いため、一度スキルを使うとしばらく使えません。スキルが使えない状態で、このスキル使ったチャンスみたいなことだよな。少なくなります。ダメージ特にあのグエンの W とかジャックスの E とかそういうやつかな。仕掛ければイラオイの E とかもそうだよな。主要なメインスキルがなく切った時に積極的にいけるっていきましょうことかな。タイミングその3、自分のミニオンが多い時、ユーラのダブルもそうだな。序盤のお話、パリーなくなった、攻撃は攻撃が通るそうみたいな。自分のミニオンが相手のミニオンよりも多い時はぜひ自分のミニオンの近くで戦ってみてください。皆さんのミニオンによるダメージで相手はかなり消耗します。特に大砲ミニオンの攻撃はかなり大きいです。地味ですが序盤は本当に大きなダメージ源となるので活用しない手はありません。キャノンが来てる時の方がダメージはでかいのか、状況を確認することもとても大事です。向こうもキャノンは落とせないから、キャノンが体力減ったら CS 絶対取りに来るから、そういう時に CS 取る時に攻撃したりとかするのがいいのかな。やっぱキャノンって大事だよ。連戦で有利を取ることはとても重要です。配信とかでもキャノン落としたらマイナス1とかよく書かれてるのか。正直苦労します。そこで1試合終えたら振り返りの時間を取ることがおすすめです。連戦に勝と有利をチームに広げる。リプレイで自分の動きを確認したり、なるほどな、対面のチャンピオンについて調べたり、座学も大切にしていきましょう。座学も大切。2、有利をチームに広げよう。連戦での有利をチームに広げること、これこそがトップレーナー最大の役割です。スプリットプッシュするのか、他のレーンにプレッシャーを与えるのか、状況に応じて常に考えながらプレイしていきましょう。個人的にはトップレーンが一番初心者向けなんじゃないのかなと。本当
本当？連戦は他すべてのレーンにおいても重要なもの。基本が学べる。マジかよ。俺やっぱ基本がなってなかったんだな。自然に学べるという点を。アラームしかやってないから。ゲームに対する理解トップレーンのことなんか全然嬉しいです。トップレーン。初めて知ることが多いな。今後も各ロールの基礎基本についての動画や初心者向けチャンピオンのこんな動画が欲しい。はい、どうもスマッシュログ TV です。スマッシュログ TV さん。よろしくお願いします。さあ、今回はセロスさんにチャンピオンの対面に送る最悪の相性を、この人がなんかね、使ってるチャンピオンは確実だよっつって俺はハイマーを始めたんだけど。10組結構難しいと思いますけど、浮かびましたか？いやー、俺がセロスさんか。本人見るの初めてかも。こういう話してではするんですけど、その自分でなんか力考え出すってなるとなかなか出てこなくて、最悪の相性トップって。早速、どんな組み合わせがランクインする。これトップじゃないのか、トップレーンとは限らんのか。第10位の発表からお願いします。はい、第10位はですね、アクション VS ガリオですね。ガリオ、ミッドレーンだこれ。ガリオ、はい、あ、ミッドレーンだな。魔法攻撃に対して強く設計されているチャンピオンなんですけど、アクションは物理ですし、アクションのスキルセットとかなり相性が悪くて、今ガリオ強いしな。アクションパッシブで足結構速くてスキルを避けられてしまう。そして、まあ、そもそもオートアタック痛すぎてメニューにガリオ側は触れない、はい、あのガンク合わせもアクションの結構強くて、まあ、刺さる時もありますけど、基本刺されにくいということで、アクションもなんかやったことないけど、組み合わせと言えますね。ガリオがじゃあそれ透明になるスキルあるの？出会っちゃったらどうしたらいいですか？出会っちゃったら、まあ、とりあえず耐えることですかね。調子乗って前出すぎたらガンクは刺さるんで、一応、はいはいはい、まあ、それを待つ。なので基本アームガードとかアームアイテム買って耐える感じですかね。まあでもそれでも最悪なのと、多分クレンズ持ってきたら多分一生無理です。そうですね、クレンズあったらどうしようもないですね。確かにこれは納得ですね。じゃあ続いてちょっと、じゃあ第9位。はい、第9位はサポートです。ミッドレーンの相性、あ、関係ないのか。ジラスです。はい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 、まあ、これ結構定番だと思うんですけど、やっぱりそのユーミは復系チャンピオンに弱い、高められるチャンピオンに弱いということで、まあ、それでやっぱりノチラスのいいところはピックするのにハードルが高くないところですね、はい、捕まえるのにね、うん、他のカウンターチャンプでいうとレルとかになるんですけど、逆にユーミはサポートの専門の人じゃない。ザイラとかさ、ゼラスとか全然明治系サポートに強いからな。かなり再現度高いですし、あのすぐ逃げるからね、あの猫は。はい、CC 食らうとダブルで逃げれなくなるんで、それをやりやすい。はい、やったら楽しいけど、やられたら嫌だから、簡単でおすすめできるノーチというね。はい、だんだん順位が上がってくると、多分もっとおもれんだろうな。そうですね、正直、この辺は全然なんか悪いと思います、上に比べたら。どうにかなる感じだろうな。ジャブですね、全然。じゃあ、いきますか、じゃあ続いて、第8位。第8位は、第8位。VS GP ガングクランクですね。ほう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 。ヨリックよりです。ちなみにヨリックが有利、統計でも結構ヨリック側勝率高くて、ヨリックダブルの壁で相手チャンプ捕まえるじゃないですか。はい、オレンジがそれに機能してないからですね。へえ、もうシンプルです。まあガングクランクって相手の CC 食らったら、そうだね、なんかオレンジで CC 無効できる、囲ったらオレンジ食べても関係ないんで。そっかそっか。しかもだからヨリックは強いのか。スキルファイターだからエースあんま上げないですもんね。そうですね、しかも Q がオートアタックキャンセルついてるんで、はい、結構その樽の読み合いも勝ちやすいんで、そういった意味でもかなり有利ですね、このマッチアップは。逆にガンクプランクサイドはどうしたらいいんですか、もしそれ仮に出会ったら。E 避けることですかね。まあ、W も避けれるんですけど、ヨリックって E がすごい信頼性が低くて、当たったらめちゃくちゃ強いんですけど、はいはい、避けようと思えばいくらでも避けられてしまう。そういった感じプレイに行ってオラフは最強、E、避けることですかね。っていうのを握手した。ゾンビ飛んできて大変なことになるもん。はい、そうですよ。そうヨリックのパッシュキモいよな。感想めちゃめちゃ出てる。感情にこもってたよ。これは確かにな。タル壊せんのはやっぱ強いですね。そうですね。続いて第7位。第7位はですね、レーンじゃないんですけど、サイラス VS アリスター。あー、最悪。アリスター最強。アリスターのウルトを相手のパクったサイラス最強。使うというチャンピオンなんですけど、やっぱサイラスが使うと本体よりもめちゃくちゃ強い
っていうウルトが、まあ、何個かあって、はい、その中でも別格で強いのがアリスターです。というだけでゲーム終わっちゃいます。5対5のゲームなのに1対1でゲームが終わるってことですか。そうですね、そのサイラスの敵側にアリスターいるだけで相当勝率下がります。ゲームのアリスター側こんな強いんだ。結構避けること多いですね。無敵なんです集団戦、まあ、アリスターのアルティメットがあの自身にかかった構造阻害を解除し、ね、相手から受けるダメージを軽減する。70か80かカットするんですけど、うん、サイラスダブルで回復したりしてほとんど減らないですね。集団戦ダブルと相性がいいのか。その状態で相手の AD キャリーとかメイジとかをサイラスが襲うと、で助けようとしてもダメージ取んないんで、ね、どうしようもないです。てか助けるためにサイラスアリスターアルティメットのサイラスにスキル使いたくないですよね、そもそも。いやそうですね、相手としては CC 入れるしかないんですけど、サイラス結構そのルーンで手なしで高くなってることとかも多くて1対5できますね。負ける気しないですね集団戦。その他の強いアルティメット好きで、まあ、例えばナルファイトとか、まあ、そうですね、ナーとか、まあ、ナーもめちゃくちゃ強い部位ですけど、そういうスキルって相手に避けられる可能性ってあるじゃないですか。あ、はい、そうですね。でもアリスターって絶対に活躍できるんですよ 100%。 敵いたら撃てばいいし、仮にその敵に CC もらってしまったとしても R 使いを解除できる、解除されるんで安定感がすごいですね。いやちなみにね、そのアリスター側はどうしたらいいんですか。覆す何かはないんですか、アリスター側には。ピックしないことですあと、まあ一応ですけど、ストップウォッチでサイラスウルト効果できるんで。あ、見てからストップウォッチしろ。はい、奪われる瞬間にストップウォッチ。無理だろう、それは。ですかね、それもゾーニアまで完成させる価値があるかわかんないですけど。じゃあぜひとも見てる皆様はサイラスバンしてからピックしましょう。いやそうですね、アリスタやる人は本当サイラスバンした方がいいですいや続いて6位の6位、6位はですね、ラムス VS アーゴットです。あこれね、はいはい、いやこれラムス、まず W の足の遅くなるペナルティが消えて、あそうですね、そこからトップラムスが結構強くなって出てきます。トップラムスなんかいいのかよ。ちなみにあのダブルを使うと自身のアーマーと魔法防御が上がる。通常攻撃のダメージ相手に跳ね返す。攻撃してきたのをダメージ一定率反射するスキル、はい。まあ、昔からネタ動画とかでたまにあったんですけど、アーゴットがダブルしてる時にラムスがそのダウンとしてダブルすると、アーゴットそのエースめっちゃ速くなるじゃないですか、ダブル使うと。なので反射ダメージのみで倒されてしまうネタがあったんですけど、もうラムスがトップとして普通に出てくるようになったんで、ネタ込みで最悪の組み合わせということで。なるほど、本当に減りますよ。ダブル見た瞬間フラッシュダウンとかしたらそのままソロキル全然。多分皆さんが思ってるよりも減ります。え、じゃああのエビゴットを倒したければラムスを出すと、もう当てるんじゃないですかマジかよラムスなら。あとやっぱそのラムスは物理ダメージしか出せないチャンプに強いっていうのもあって、そういう条件も満たしてるので、その辺も込みですね。え、じゃあちなみにアーゴット側は勝てる未来はないんですか。あ、でもなくもないですね。まあそのタント食らう状況はダブル押さない、まあ、そもそもダブル使わないとかでもいいですけど、ダブル使わなかったらアーゴットじゃない気がするまあでも一応そうすることによって最悪の状況は回避できますね。はいはい、あ、まあ確かに。じゃあ続いて5位。はい、5位はボットレーンなんですけど、ケイトカルマ VS ベインレオナケイトカルマ VS ベインレオナマッチアップにしたんですけど、まあ、要はプッシュが早い ADC とメインサポートの組み合わせ VS プッシュが遅い ADC とタンクサポートの構図ですね。どうしようもないです。ジャングル来なかったら多分10分以内に倒れるんじゃないですか。結構でも見るぞこれ。なんか仕掛けたら勝てそうなイメージあるんですけど、そんなこともない。仕掛けても切るまでいけないと思うんで、もうひたすらプッシュしてハラスしてタワー殴って、それが10分まで続いて終わりですもうじゃあもうレオナ、ベイン側は一生何もできず。ベインとレオナの相性、はい、組み合わせは良くないんだな。はいはい、プッシュが遅い。はい、まあ、ベイン以外だったらサミーラとかイーラとかですかね。あ、そうですね、同じタイプだと。まあ、ワールズであれだけケイトリンがなぜバンされたの。そうです、ね、ケイトリン最強なのか。AD キャリーボットレーンにて ADC に似てケイトリン最強なのかも。主導権を取るのにあまりにも強すぎる。強すぎる。サポートは結構何でもいいですね。レナータ、ラックス、マートハイマーとか。ハイマーもいいんだ。ですかね、なんでそのマッチアップはケイトリン見たらベイン取るのやめましょう。そうですね。なるべくレーン強いチャンプ。ケイトリンとハイマーの組み合わせいいんだ。初めて知った。ベイン取ると大体気持ちよくなりたい時だから。そうですね。ハイマー使うか。ケイトリン出して。4位あの ADC 出したら。はい。4位、はい、ミッドでカサリン VS キアラです。キアラもう、ガン有利です。ガン有利。
まあ、カサリンは皆さん知ってる通り AD ジャンプにそこまで強くないので、AD アサシン来た時は割と辛いですね。正直キアナ側のチャンプはゼロとかタロンとか AD アサシン大体何でもいい、何でもいい感じなんですけど、まあ、特にキアナはダメージアサシンに弱いのか、プッシュ早くてローモできるんで、ああなるほど、やっぱりこのマッチアップカサリン側耐えるんですよ。そうなった時のレイドチャンプやしな、リスクが高いのはキアナかなって思ったんでキアナにしときました。ベンデマッパー手も足も出ない、はい、まあ、一応ノーチャンスではないんですよね実は。お甘えた行動をするとカサリン勝つシチュエーションもあったりするんですけど、お互いそれを理解してると言ってしてる前提で言えばキアナ側は全然勝てるんで、はい、第4位にこのマッチアップ入ってきましたね。なるほどね。でもそのマッチアップでも16レベルいったらカサリンは勝つんですか、うん、ちなみに、まあ、そうですね、もうなんだろうな、カサリンが16なるような時間まで伸びてる時点で相当カサリン側有利だと思いますね、まあ、勝てるチャンスもあるけど基本的には厳しい。はい、じゃあ続いて第3位、はいはい、はい、第3位はトップレーンでピューラ VS サイオンです。どちら側がちなみに、ピューラが勝ちます。絶対に絶対に勝ちます。サイオンってメインスキルが Q になるんですけど、ピューラは Q に対してその Q を受けるかパリするかどっちでもいいんですよね。選択肢が2つあると。そしてパリに関しては読み合いがあって、サイオン側が Q をずっと溜め続ければパリが終わった瞬間にスタンできるっていうポイントがあるんですよ、はいはい、なのでパリに関しては一応サイオン側が勝つパターンもあるんですけど、そもそもそれを含めても読み合いでサイオン側が勝つことは難しいですし、ゼロ距離で Q 使いながらうろうろされたらサイオンの Q の枠内に収めることすら難しい。もう近づかれたらサイオン終わりか、はい、でしかも序盤にサイオン側がキルを取ったとしても、まあ、ワンコアぐらいでピューラ側は絶対勝つんで、序盤の勝ち負け割と関係ない、関係ないのか、契約されてます。さっきの4位とかだったらまだなんかカサリンが16レベルだったら逆転の目がありますよとか、ちょっとチャンスの目がある中で、もうそのチャンスの目すらない、そうですね、あの序盤キルサイオンが取ったとしてもよっぽどサイオン側スノーボールしないとゲーム勝つところまではいけないです。心の鋼で気持ちよくなりたい方ピューラを回しましょう。そうですね。じゃあ続いて第2位、これもトップなんですけど、トップやっぱ多いな多いな、はい、ちょっと最悪の相性どうしても多くなっちゃうんで、まあ、まあ1対1のレーンですからね、はい、あちなみに1位ミッドですよ、はい、おそれちょっと楽しみだな。1位がトップになると思うんです、タイマーとサイラだろう、です、どうかな、ね、ベイン VS イラホイですこれも分かりやすいと思うんですけど、イラホイ側は何もっていないです。レインの Q のせいでイラオイの Q と E 全部見てから壊れた、よくやれる、その領域なんだ、リンク持ちに弱いのか、はい、この2つが当たらないイラオイはスキルないようなものなので一生オートアタックされておしまいです。なるほど、まあ、トップメインって結構こういうマッチアップ多いんですけど、その中でも結構辛い方なんじゃないかなと思って。一応これ全チャンピオンに聞いてますけど、あの勝てるビジョンはないんですか勝てるビジョンあるかな。一応イラオイが E 打って、はい、ベインが Q で避けてそこにイラオイが Q 当てるとかはできるんですけど、そういうのでちょっとヘルス有利気づけたらイラオイの W で、 W は避けれないんでベイン、そうそうですね、ステータスの差で体の強さの差で取り寄せる時がちょっとあるかなってことですねまあまあまあ、でもダブル見てから E で弾かれたらダメージ乗っかったりもしないですもんね。はい、確かイラオイのダブルってこうなんか飛びついてこう着地しないとダメージ判定がないはずなんで。さあ続いて、じゃあ堂々の栄えある堂々の1位、はい、これでもあんま最近だとポピュラーじゃない、ハイマーサイラス、ハイマーサイラス、ミッドでヌヌ対ニコですね。ほうヌヌ、どういうこと？ミッドヌヌ、数年前は OTP が強くて、でそれに感化されて LCK のプロとかで結構流行ってたんですけど、そうですね、フェイカーとかもやってましたもんね、はい、ヌヌってどうやってレーニングするか、ちょっとあれだな、ダブルの雪玉を転がして、うんうん、ミリオンを一掃ピックされる率が低すぎて繰り返す、1位でもヌヌのダブルやってチャンピオンとか壁とか怒る可能性が低いな。ミッドヌヌでいいハンターと言われてもヌヌは何もできないです。なんで1、2、3だろう。結構ヌヌってこういうマッチアップ多くて、雪玉に対して何かカウンターができるチャンピオンには弱くて、逆にカウンターできないチャンピオンにはめちゃくちゃ強いっていう、本当相性がめちゃくちゃ出やすいチャンピオンで、はいはいはい、ヌヌ側が有利なのはビクターとかオリエナとか雪玉に対して何もできないんで、もうヌヌがどっか歩いていくのを眺めてるだけ本当にそんな感じのレーニングになるんですけど、まあ、逆にこのヌヌの雪玉は何かしらの回答を持ってるチャン
ンプはボットレーンのサポート目線から言うと、そうそうですね、パッと思いつくだけでもソラカが強いんだよな。E を置けば9でも W のこの雪玉コロコロが解除できるから、 W の上通過すると雪玉が手から離れてしまうんで辛いですね。宮島ですもんね、あれね。はい、トランドル、ピラーとかでも止まってしまいますね。ああ、そうなんだ。E でも止まる。はい。これね、ランクで何回も対面したんですけど、相性しか出ないんで、対面でビクターとかオニアニやってる時にヌヌ来たら、本当に何もできなくて楽しくないですし、逆にそのカウンターできるチャンプでヌヌと対面してる時は、ヌヌ側が全く何もできなくて楽しくないっていう、本当に相性差がすごい出るチャンプですね。だからもう対策と、もういろんな記憶がありますよ。お会いいたし、なるほど。どうもスマッシュログ TV です。よろしくお願いします。今から使える最強ワードトップミッド編。さて今回は今日から使えるレーン別最強ワードということで、各レーンにおける最強ワードのポジションを伝授していただきたいと思います。テマさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、ワードの置き所ってね、まあ、本当に悩まれてる様子だと思うんですけれども、はい、特に序盤ですかね。わからんよな。中盤にかけての、まあ、レーニング終わるまで、そうそう、もうアラムでワードなんか置かないから、難しすぎて、カムナードリフト来て初めてワード置かないかん、視界取らないかんってなってるから、なんかめちゃくちゃ弱くてガンともらっちゃうみたいなのも結構あるので、まあ、そこをなんかね改善できるようなこう解説が、ね、できればいいなと思って、ちょっと今回用意してきたんですよね。それでは早速ちょっとトップレーンからお願いします。ワードの置く場所、トップレーンのブルーサイドからの解説なんですけど、リバーフッシュ、まあ、勝ってる時のワードですけど、はい、奥に置くんだ。ここ相手側のトライブッシュ、ね、そうで、もう本当余裕がある時はもうここに置くのがベスト。赤バフ、もう相手のレッドバフ、横のブッシュ、はい、あとはここのあたりに置くとすごい視界取れるんですよ、確かに。なんかこう3方向から入ってくるの見えますね。やっぱ最短ルートで入ってこようとするとトップの入り口付近の、あ確かに、で赤バフ勝ってる時も大体映れますし、コーナーここに入ってくる、移動する時も大体映るんで、ここのワードポジションめっちゃ強いです。これ勝ってる時は、確かになんかブッシュの中にありそうですもんね、ワードって基本的には。あともう一個がタワーを殴りたい時にはここに置いて、ここ相手ジャングルが助けに来た時にここですぐ見えるので、敵にジャングル来たから下がろう、ゴール前のブッシュ、まあ、基本的な考え方としては、勝ってる時は相手のジャングルの中に積極的にワードを刺しに行くっていうのが一番いいです。逆に負けてる時はどこに置くのがいいんでしょうか。負けてる時はですね、まあ、ここは絶対必要です。ここでレーニングしてる時に感覚来られて、あリバーか、リバーブッシュ、別荘に来られてキル取られるっていうのがすごく多いので、こういう立てておくっていうのと、押されてる時、例えばこの辺で戦わないっていう時は、ここにワードを刺す、ライブが来る、ダイブされないように、そうですね、ダイブされないようにっていうのと、あと余裕がある時はここに刺すのが一番いいですね。ああ、より早く気づけるようにというか、相手のジャングルが自分のジャングルに入ってくるところを見れるワードですね、加えてそのここに入ってくる時にその見える、絶対見えるので味方のジャングルを守れるような動きができるとすごく強いです。あとはここに刺すジャングル、あもうサイドのブッシュに、そうジャングルがメインガンクを警戒するし、ゴール下振りしてここで待って、自分が前に出た時にこう襲いに来るみたいなことがあるので、負けてる側のワードとしてはこの4つだけ覚えておいたら負けてる時のワードってのは基本的にいいです、まあコントロールワードを持っていたら、ここをコントロールワードにするといいですね。ああ、ここって結構意外にジャングル見ないんですよ。いないんだ。そこのブッシュわざわざ入らないですよね。これ殴っても映んないんですよ。ギリギリ。ああ、本当ですね。基本的にバレなくて長いスルワードなので、ここにコントロールワードを置いておくとめっちゃ強いです。逆に勝ってる時はここに置くのがいいです。あ、リバーからね。そうです。来るプレイヤーを見れるワード。そうプラスあの味方のジャングルがこう動きやすくなるワード、でまあ本当にレーンめっちゃ勝ってて超余裕だわって時はここにコントロールワードを押すと最強です。相手のジャングルの位置をね早い段階で気づけるワードですね。プラスここ通んないんですよね、あんまりなんかジャングルクリープ狩るときにだってそのルートそうないですもんね。そう大体こうやってここでここを任させて通ってきたりとか、ラプターを狩って上に登ってくるから、はい、大体ここって通らないのでめっちゃ長生きするんですよ、ここのワードって。だって勝ってる時のコントロールワードはここか、ここどっちかですね。なるほど。逆に勝ってる時と負ける時に、勝ってる時に赤ワード違うんだ。赤側のワードっていうのは基本的にここですね。はこのワード1個でもうなんかほんと4つのルート見れるっていう感じ、効果的ですね非常に。そう
あとは、まあ、ここに置くのも強いですね。これはもう本当敵のジャングルがガンクに来るかもしれないっていう、ちょっと この辺がいいかな。この辺ちょっと隅の方に、そうですね、ちょっとワード差し直すんですけど、ここまで見れる。あー、なるほどなるほど。そう、ここに入ってくるのと飛んでくるところが見れるので、ジャングルがここで待機してる時にが見えるから、あ、じゃあ下がろうっていう風に動きを取れるので、これめっちゃ強いです、うん、ありますよね、結構ブラストコーンをあるので、まあ、そこで待ってガンクの機会を伺ってると。そう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 。あとはここにコントロールワードを差してあげたらもう完璧です。自分がガンクされないルートが完全に出来上がる。ではレッドサイドの負けてる時のワードは、負けてる時のワードはですね、はい、これで結構ねブルーサイド負けてる時とあんまり変わんなくて、ここに刺しておくことによって相手がリコールフェイクをかけてるか、それとも相手のジャングルが来てるかっていうのが見えます。で次、ここ敵のジャングルが入ってくる可能性がすごく高い場所なので、はい、ここに刺しておいたら相手の動きが見えるよねっていうことですね。ではでも赤側の負けてる時ってこれだけでいいんですよ。2本だけですか？2本だけで大丈夫です。あの他に入ってくるルートがやっぱどうしても遠回りになっちゃう、うん、ああそうですね、確かに、まあ、ここに入ってくる可能性もあるんですけど、その場合って これで見れるんですよね。うん、まあ、そしたらもうあのタワー下に引きこもるとか、もしくは下がりきっちゃうってことができちゃうので、うん、あんまり赤側の負けてるワードっていうのはちょっと覚えるものが少ないんですね。で逆に、コントロールワードは、まあ、ここに刺すと、まあ、破壊されづらい位置ですよね。そう、破壊されづらく、なおかつだいぶも察知できるコントロールワードになってるので、これも本当に有用ですね、うん、でも本当これぐらいですね。赤側レッドサイドは、まあ、この3箇所、そう、本当これ負けてる時は覚えておけばいいと。覚えておけばいいですね。まあ、ちょっと気をてらったね置き方するんだったらね、もうそれこそ自分の引き目のとこに刺しとくっていうのは結構強いですね、うんうんうん、赤バフの裏から入ってくるルートっていうのももちろんあるので、まあなんかちょっと余裕がある時とか、本当もうめっちゃ自分がもうボロ負けしてる時ぐらいのちょっとイメージで置いておくといいですね。ボロ負けしてちょっと CS も取るのもきついから、その時間を何か有効活用しようみたいな。そう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 、はい、さあということで、じゃあこれが、トップレーンの最強ワードということで紹介いただきました、うん、これ覚えておいたら OK です、とりあえず。さあ、それでは続いてミッドレーンの最強ワードの解説をお願いいたします。はい、まあ、まずはブルーサイド。あ、またマップが変わったからな、はい、ミッド特に立ってる時はあっただろうな、まずレーンワードってやつですね。レーンワード、レーンワードです。これで下がっていったか、それともドットに行くのかトップに行くのか、うん、全部見えるようになるので、まずここのレーンワードっていうのはめちゃめちゃ強いです、うん、相手の動きが全部見えるようになるので、で余裕がある時はここに刺せるといいですね。ラプター横のプッシュ、はい、ここはもうあのジャングルがずっとほぼ確実に通るルートなので、うん、これでジャングルの動きを察知できればプレッシャーかけることができる。あとはちょっとここまで刺しに行く余裕がないときは ここですね、ここ入り口、相手のジャングルに入っていく、はい、ただめっちゃ見える範囲広いんですよこれ。ここに置くとトップサイドから来るチャンピオンは全部見えそうですね。そう、なぜかこれだけすごい範囲広いんですよね、うん、まあ、下側も同様ですね。かなり広範囲見えるので、ここのルートだけ見えないんですけど、まあ、それでも自分がガンクもらわない、うん、もらわないそのワードを刺すことができるので、まあ、ここに置いておくっていうのもすごい強いです、うん、で置けたら強いのはここのその横道は結構サポートが通ることが多いので、刺しておくとガンク刺さらないことが多いっていうのと、でもこれ結構ね勝ってる側も負けてる側もあんまり変わんないんですよね。あ、はいはいはい、はい、そう、実はミッドレーンだけは、ミッドレーンってやっぱレーンが短いっていうのがありますからね、あんまりそのポジションが変わりづらいっていうのありそうですね。でかつまあお互い正直刺すところがあんまり変わんない、うん、結局その敵のジャングルだろうが味方のジャングルだろうが絶対このルートを通る可能性が高いので、はい、ミッドを経由するときは、なのでお互いに置いておくのが強い。変わるのはコントロールワードぐらいですかね。おう、ではじゃあちょっと勝ってる時のコントロールワード置く位置、はい、ちょっとじゃあ聞いてもいいでしょうか。まずブルー側の時はこっち行きます。おう、ここですね、相手のジャングルに入ってって、なるほど、そう、もう勝ってる時はもうトップのミスとも相手のジャングルに勝っていくんだ。まあ、このワードって、まあ、見える情報自体は正直ここのルートとここ移動するやつらだけなんですけど、ただこれ壊されづらいんですよね、すごい。やっぱそこも通りづらいですよね、相手のチャンピオンが。めっちゃ通りづらいですこれ、うん、ジャングルクリップを狩るそのルートにないですからね。ジャングルクリップ狩っていくと絶対こうなるのでルート的に、うん、なのでここを取ることがない、はい、ただガンク来ようとすると絶対にこうちょっと見せたりするので、ここにコントロールワード差しといて、まあ、言ってた、あ、さっき言ったここにトリンケットワードを差しとくと、はい、もうほぼガンク決まらない下側からは、まあ、上側も同様にここにコントロールワード差しちゃって、どういうルートに行くかをチェックするためのワードを置いておくと、もう全部丸にどういう風に移動してくるのかっていうのは、まあ、全然さっきあのトップレーンで押して言ったあのワードっていうのもここにミッドレーンを置いてもいいの、眠りかけてる
まあ、勝ってる側は基本的に奥に奥にワード差し込むふうなことを意識すると、この後ここかここにワード差し行くような形になりますね。なるほど。負けてる時のブルーサイドどういう置き方がいいんでしょうか。負けてる時はですね、まずトップ側に置く時はここかな、このそう、ジャングルが入ってくる入り口に置くっていうのと、ボット側もこれ同様にここです。この入ってくる場所、結局そのミッドリンが負けてると相手のジャングルが入ってきて味方のジャングルが苦しめられるっていうことがすごく多いので、それを防ぐためのコントロールワードですね。自分はちょっとミッドでここでしか戦えないけど入ってくるとこ見えるからみたいな、まあ引いてくれってことですよね。見えたら敵の位置を把握するだけのコントロールワードを置くっていうのが一番いいですね。なるほど。でまあ、ちょっと押し返せるタイミング、ちょっと この真ん中にワード刺しとけば、ミッドレーナーがどういう動きしたかっていうのも分かるので、負けてるときはこういう風に真ん中にワードを置いてコントロールをどちらかに刺しておくっていうのが、まあ、強い置き方ですね。ありがとうございます。次にレッドサイドの勝ってる時のコントロールワードはどこですか。ね、まあ、基本的にはもうここですね。相手のジャングル内ですね。相手のジャングル内とここか、まあ、ここ奥まで行けるときはまあここまで置きに行くという、めっちゃ奥まで強いです。これは、まあ、結構そのミッドレーンはやっぱ左右対称っていうのもあって、意外に覚えやすいのかな一番。確かに直感的に覚えられそうですねミッドレーン。まあ、でもこれぐらいですかね、ミッドレーンは。ただ、あんまりこの時に意識しないと、リバーのさ広くしか牛には刺さないんだな、ミッド絶対に。俺刺してたけどあんま意味ねえ。めっちゃ弱いんで本当に。なんか結構置きがちですけどね。置きがち俺。見ていただいたら分かるんですけど、まあ、ほとんど弱いんだ。やっぱこう取れる視界の情報の量が全然違いますね、こうやって見ると。全然違います。これ刺し直したら壊れるんですけど、もう視界の量が全然違うので。草むらの外に出すようなワードを指して、なるほどな、まあ、これ草むらじゃなくてその横ありがちなんですけど、別の入り口のところがいいんだな。おお、なんか結構置いてる人見ますけど、これも言われた方がいい。これ刺すとですね、入ってくるところが確かに見えないですね。あー確かに、あ見えないですねこれ隅っこ通ると。そうだから、これはできるだけ端っこに置くといいんですけど、これ緑に輪っかかるとき草むらに入ってるところなんで、緑に輪っかかるときにワードを刺してもらうと端っこに刺せて、で端っこに刺すとどうなるかっていうと、ちゃんと端っこが見える。おこういう真ん中に置くんじゃなくて、ちょっと端っこに置くっていうのも意識すると、ミッドレーナーはすごい強いワードを置けます。これもめっちゃ強いです。結構こうやって意識で変わる部分ですからね、やっぱ隅っこに置いた方がいいよっていうことを覚えておくだけでもすぐに使えるテクニックですから。そう、本当すぐ使います、このテクニックは。いや、意識してほしいですね、じゃあ。はい。さあ、ということで、じゃ続きまして、ボットレーンのワードの置き方。めちゃくちゃ余裕があるんだったらここまで入ってここに置くのが一番強いです。十字路ね、やっぱりこれだけ覚えとけば多分ボット組のワードっていうのはあとはまあ自由に使ってくださいっていう感じですね。ボットは少ないんだな。どうもスマッシュログ TV です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回のテーマはパワースパイクということで、序盤が強いチャンピオンと後半が強いチャンピオンの違いや立ち回り方について解説していきたいと思います。それではまずそもそもパワースパイクという言葉についてちょっとご説明いただきたいんですけれども、まあ、簡単に覚えておくと、まあ、強いタイミングですね。自分が一番強いタイミングだよっていうのがパワースパイクですね。なるほど。じゃあパワースパイクが来たっていうのは今自分が強いよっていうタイミングだってことなんですね。そう、今自分が一番めちゃめちゃ強いタイミングになったよっていう風に使いますね。まあ、ということでそんな意味を持つパワースパイクなんですけれども、なんかこう知っておかなくてはいけない理由とかってなんかあるんですか。まあそうですね、基本的にはその知っとかないとそのチャンピオンが強いタイミングっていうのはまあ理解しないってことなんで、もしくはその相手のチャンピオンがどのタイミング強いのかっていうのを全然分かってなくて、そう仕掛けられないとか逆に仕掛けちゃったとかっていうのがすごい結構頻繁に起きるんで、そのパワースパイクっていうのをちゃんとこう知っておかないと相手に有利取られちゃうよっていうケースが結構多いですね。なるほど、まあ、自分がこう有利になる上でもこのパワースパイクの知識っていうのは必要になってくると。めっちゃ大事ですね。さあそれではちょっと早速なんですけれども、まずアーリーチャンピオンなのかレイトキャリー系のチャンピオンなのかっていうのをどうやって知るんでしょうか。まあ、まず見分け方としては、はい、そのチャンピオンが涙を持つかどうかっていうのは結構大事ですね。ほう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 。女神の涙、あれはスケーリングアイテム、成長していくアイテムなんで、一番最初はほとんど効果発揮ないですよ。マナが増えるだけで。そうですよね、ステータスマナしかもらえないんですもんね。でそれと同意
用にあのロッドウェイジスを持つチャンピオンとかっていうのも基本的にはロッドウェイジスってまだあるの、まあ、ロッドウェイジスに関しては分かりやすいですよね。やっぱり時間経過でスタックが溜まって一番こう効率が良くなるのは10分後ですもんね、アイテムが完成するまでの時間として、うん、なので、まあ、ボットレーンは基本的にそのレートキャリーっていうイメージがあるので、まあ、あんまり意識しなくていいですし、はい、まあ、スキルのクールダウンがレベルアップでどんどん速くなっていくチャンピオンはレートキャリーかなと思いますね。分かりやすいのがトップレーンだと分かりやすいのが、まあ、レネクトンとジャックス、はい、ただレネクトンはそのレベルアップのそのスキルのスケーリングがめちゃくちゃ悪いですし、はい、アルティメットも結局 HP を多くするだけなんで、うん、硬さが別に増えるわけではないっていうのもあってレートは強くないよっていうのも代表なですね。結構これパワースパイクどこなのかなっていう時に、はい、割とそのバーストダメージが出る系のチャンピオンはアーリー寄りな傾向が強くて、うん、逆に継続ダメージを出せるチャンピオンって結構レートゲームキャリー寄りになりやすいっていう風に思ってるんですけど、人自動とか合ってると思いますよ。それで、うん、認識的にはそれで一番合ってるのかな。結局一発に全部こう入れて、でそれで耐えて倒せなかったらもう終わりなんですよ、はい、結局後輩になればなるほどそのベースのステータスのアーマーとか物理防御と魔法防御も上がっちゃうんで、でアイテムも揃ってきちゃうんで、その1回のバーストじゃ落ちないよね、じゃあその後どうするのっていうチャンピオンになりがちなんで、なんでバーストチャンピオンがどうしてもアーリーキャリーになりがちって感じですね。なるほど、ちょっとこのアーリーチャンピオンか、まあ、レイトキャリーレイトゲームチャンピオンなのかっていうところの見分け方、こういった形でいろいろとありますよと、うん、じゃあこのアーリーチャンピオンなんですけれども、こうどういった立ち回りが要求されるんでしょうか。やっぱそのまあアーリー、あの要は早い時間にあの、はい、強いチャンピオンなので、そう有利を作っていかないといけないと。要はなんかその有利を作っていかないと結局その後半どんどん強くなっていくチャンピオンに対して追いつかれて、むしろなんかその性能で追い越されちゃうっていうのが結構あるんで、はい、基本的にはそうもう逃げ切るようなイメージ、ミッドレーナーだったらトップとかボットに移動する動きとかだったり、 HP を削ってそのリコールさせてっていう動きがどうしても求められてきちゃう。1対1で勝ってもらうっていうのが結構重要になっちゃうかな。なるほど、まあ、アーリーチャンピオンピックしてる段階でもうすでにその序盤は有利自分が持ってるので、まあ、その有利を使ってもうそもそもそのゲーム自体を勝利に導きたいってことですよね。そうですね、ドラゴンとか、はい、リフトヘラルドの手伝いをしたりとか、これはもうトップからボット全部の例に共通してますし、相手 HP を削って、で相手をジャングルの中に入ってそのあのワードを立てたりワードを置いたりとかで、相手が成長する前に自チームを勝利に導くっていう感じの立ち回りやりますね。相手と同じようにこうファームをしてちゃダメだよってことですよね。レイトチャンピオンと同じようにアイテムいっぱい揃ったら、アイテム完成しないレイトチャンピオンには全然勝てるんで、早め早めの動きっていうのがどうしても求められてきちゃいますね。なるほど、ただこれ今回はアーリと、まあ、ベイガーということで、はい、アーリーチャンピオンとレイトゲームチャンピオンで、ね、こう分かれてるんですけど、相手も同じようにアーリーチャンピオンだった場合はどうすればいいんですか。相手も同じアーリーチャンピオンだった場合はちょっと慎重にならないといけないですよね。勝った方がゲームの有利握っちゃうんで、勝たなくてもいいに負けないようにしないといけない、基本的には。なるほどなるほど、まあ、相手もアーリーチャンピオンなんで無理やりに有利を広げなくてもそんなに不利にならないってことですよね。そうです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 。まあ味方の眼空を待つとかでもいいですし、まあ、そのチャンスができるんだったらソロキルとかも狙っていいんですけど、うん、基本的にはなんか自分から動くっていうのを無理やりやるんじゃなくて、自分が有利作れるポイントっていうのを少しずつ見つける。例えばなんかレーニングで若干1レベル差つくタイミングとかってあるんですよ、ちょっと押し込んで、はい、そのタイミングで仕掛けたりとかっていう、だからちょっと細かいところでの有利を作るっていうのがどうしても求められてきちゃいますね、お互いアーリーチャンピオンの場合は。ではちょっとこのアーリーチャンピオンを使ってる時にどれぐらいこう目安として有利を作っておくといいんですか。はい、まあ一番わかりやすいのは先にタワーを破壊する、はい、一番重要かなって思っちゃいますね。でアイテムを先に完成させてる状態っていうのが一番好ましいですね。まあどれぐらいだろうな、まあ1000ゴールドはちょっとやりすぎなんで500ゴールドぐらいの差があるといいですかね。なんでまあタワープレート3枚分ぐらいの差を自分で作れると、まあ大体納得できるラインかなって感じですね。なるほどなるほど、まあタワープレート3枚分ってことはつまりはもうタワーを破壊することを、まあ、まず意識して動いていれば、まあ、おのずとそのゴールド差もついてくるしタワー破壊にもつながってくるんで、まずはタワーってことなんですかね。そうですね、まあタワーとか、まあ、ドラゴンとかですね、まあチームの構成にもよるんですけど、早い時間強いチャンピオンを取っている場合はドラゴンとヘラルドっていうのも積極的に抑えておきたい。どっちかは絶対抑えておくっていうのが結構重要ですね。なるほどなるほど、まああと最後に一言言えると、はい、一つ言うとアーリーチャンピオンなのにロッドベージ積むのはやめましょう。自分でパワースパイク落とす、あなんか遅くするだけなんで、やっぱちょっと買ったすぐっていうのはね効果が弱いのでもったいないですよね。その自分が強い時間帯強い相手も持てないので。続けてレイトゲームチャンピオン、レイトゲームキャリー系のチャンピオン、はいの立ち回りについてちょっと伺いたいんですけれども、はい、これはですね
とりあえずデスしないことですね。デスしない。デスはもうしちゃいけない、はい、例えばなんか相手もレートキャリーだったらいいんですけど、はい、相手がこうまあアーリーキャリー早い時間にダメあのダメージ出してくるタイプのチャンピオンの時にキル取られちゃうとチャンピオン精度で差がつきすぎちゃって、うんうん、あのファームすることすら苦しくなっちゃうんでそこはもうキル取られてはいけないっていうのはほぼほぼマスト。なるほど。まあ例えばなんかそれこそジンクスを使ってる時にドレイブにキル取られたらもうおしまいですよね。レイングできなくなっちゃうその時点で。そうですね。タワー下でも難しい、ファームが難しいみたいな状況になりますもんね。そうなんでそうキルを取られるっていうのがレイトキャリーの時はいかに重いのかっていうのをちょっと考えておかないといけないですね。まああとはどうだろう、まあレーンにワードを置くっていうのは結構重要ですよ。まあミッド、これはミッドレーンの話なんですけど、レーンにワードを置くことによって、はい、自分がその基本的にそのプッシュの主導権を取るっていうのが難しいので、ミニオンが消えた後相手が見えなくなるタイミングであの相手の動きを察知することができる。例えばこういう風にアーリ対ベイガーのマッチアップでアーリがこういう風にこうどんどんとプッシュをして、でこのタイミングでまあロームをするんですけど、動いた方向が分かるんですよね。どっち行ったか分かるよねっていう感じになるので、そのちゃんとワードを察したりするっていうのも重要ですね。まあ別にミッドワードじゃなくてもいいので、自分の森の中にちょっとワードを刺したりとか、うん、敵側の、 あの入り口あたりにワード刺したりとかっていうのをしとくだけでも結構変わりますね。まあこれアーリーチャンピオンももちろんそうなんですけど、よりレイトゲームチャンピオンは視界のコントロールを意識すると。そう、あの自衛してくれないと困るんで、うん、そのある程度は。あとはなんだろう、強いタイミングかな、はい、自分の強いタイミングを理解するってのも大事ですね。例えばなんか、まあ、分かりやすいのだとビクターの、 あのレーザーの強化ってあのしたら強いけどするまではめちゃめちゃ弱いじゃないですか。デスレイかな、あれじゃあその1段階目の強化タイミングまでを待ってほしい。今日はこれで終わります。ロッドウェイジとあのセラフエンプレイス涙のビルドがその完成するからこのタイミングめっちゃ強いよとか、まあ、分かりやすい指標はちょっといくらでもあるので、それをちゃんと覚えていくっていうのは大事ですね。パターンあります。